はい、ゆきです。今日はですね、花見に来ました。3月の今日が27ぐらいですね。はい、はい、この通り、桜がね、満開かな。うん、ほぼ満開っすね。はい、でここでですね、酒をね、持ってきましたんで、日本酒ね、こちら、越後桜ね。はい、桜ということでね、越後桜をね、飲んでいきたいと思います。いやー、今日暑い、マジで。よっこいしょっと。それではね、コップも持ってきましたんでね、ここで酌をしたいと思います。じゃあ桜をバックに乾杯。人通りが結構あるんで、嫌なんですけど。すいません、国道線はどっちの方？国道線はちょっと分かんないですね。あ、亀有はどっち？あ、亀有ですか。亀有、あ、亀有は、亀有は、亀有、 あっちですよ。そう、ここはなんて言ってもわかんない。あ、すいません。でも亀有あっちね。亀有あっちですよ。道案内しました。なんかね、亀有はどっちだって言われて、え？ここどこだっけって。亀有あっちやったな。ちょっと待てよ、カメラよりあっちだよな。あ、カメラよりはあっちですね。あ、カメラよりはあっちだ。いやー、道案内しようにもスマホをこれ録画してるからね、道案内難しいですね。はい、今日はね、つまみこちら、これ見える？カルパス、カルパスをね、丸かじりカルパス買ってきたんで、いただきましょう。いや、結構人通るな。いただきます。うん、うまい。ここは足立区の、うん、足立区のなんか結構有名な場所らしいですね。ここの通りがね、結構有名なんだ。いや、有名でもねえか。結局桜の、あの桜のいわゆる名所なんだよね。うん、あー。
うめえ。桜もまじまじと見んのもあれだな。なんか久々な気するわ。東京出てきたのをね、桜がね咲く直前ぐらいだったんで、2杯目いただきます。完璧。今日は21度ぐらいいくかな。あー、うまっ。なかなかね、昨日あたりちょっと調子も、まあ、個人的な気分もちょっと悪かったんで、うん、まあいい感じにね、今咲いた、もうまだ地面に落ちてないですから、桜の花びらまだ落ちてないあれだからぐらいなんで、ちょうど見頃ですね。にしてもこれをさ、紙パックでさ持ってきて飲んでるやつ俺だけだぜ。てか酒飲んでるやつ俺だけだよ、ここ。うまい、間違いない。で、ここら辺になんか池みたいなのがあるんですよ。まあ池っつうか川っつうか用水路的な用水路があるんだけど、そこに結構生き物 いるみたいですね。多分ザリガニは絶対いるんだろうけど、さっきなんか溜まったところ見たら緑藻みたいな、なんていうかな、緑の苔がすっげえ大量発生してたんで、糸状のさ、苔みたいな、藻みたいなやつが大量発生したんで、そこのもうちょっと取って、メダカの餌とかにもなるんでね、あれ、稚魚とかのね、あれちょっと持って行って、まああとはちょこっと持っていけば、あとそれ入れて種水として入れれば、全然日に当てとけばまた増えるんで、それも考えられますね。いいっすね。やっぱうめえ、やっぱカルパスうめえわ。うん、まあ、ここの用水路みたいなとこが、まあ一帯ね、全部ね、桜の花があったんですけど、結構人で賑わってて、今日平日なのになんか賑わってるんで、俺が近寄りがたかったんですよ。ここはちょうど空いてて、あんまり人通らないし、あんまり人もベンチとかでみんな座ってたんで、 JK とかもいたんで、その中で酒飲むのはちょっと恥ずかしいっすか。
やっぱ桜は日本の心だよ。合ってる合ってる。あのあっちが葛飾区、あっちだわ。あ、結構葛飾近いんで、うん。あ、やばい、ガキが来た。家族連れが来たぞ。あ、酔いが回ってきたぞ。まあこれからね、ニコニコ生放送でね、放送しますんでね。で、動画で言っても意味ねえんだけどさ。あ、うめえ。あ、うめえな。咲いとるわ、うん。ということでね、皆さん、まあ新年ね、新年じゃねえけど、まあ新年っていうか新年度ですね。新年度始まりますけども、まあまあ俺みたいな人間が言うのもあれだけどな、まあ俺は高卒で就職したやつなんで、まあ、ね、まあ知識の程度は知れてますけどね。まあ頑張ってくださいよ。ただ一つ言わせてもらうと、あの頑張りっていうのは難しいもんで、何でもかんでも、あの上司の言うことはいはい聞いてるつうのは俺は実に好かないっす。俺めっちゃ反発した人間なんで、もうイラつくことがあったらそれ上司に言ってね、仕事でまあまあなんかやり方とか仕事のそのやり方とか気に食わなかったらもうバシバシ言ってたんですよ、俺は。だって誰かがね、やっぱりね、そういうの言わねえと、まあ会社の風潮っつうのは治んねえんですよ。ダメな風潮ってとこ当然あるわけですよ。まあ、最近で言えば、あのタバコ休憩をね、取ってる会社がありますけど、あんな俺の会社、あの一回もない、なかったっすけどね。いろいろ俺仕事を変えたけど、一個もなかったけどね。あの、タバコ休憩を取ってる会社は。ただ、タバコ休憩ってさ、それ取ってるのはさ、それはあの、クレーム入れない、てか、その文句を、ね、上司とかに、その文句を垂れないから、それ我慢我慢して、我慢して言うことはいはいって聞いてたから、そうなったんですよ。だからそういうクソみたいな風潮はあのガンガン言っていかないとダメなんだよ。会社は変わんねえから。でそれでもあのガンとしても、ああいいんだいいんだいいんだ、ガンとしてね、まあ言うことを聞かねえようなクソ上司だったらもうちゃちゃっと蹴りつけてもうやめちまえばいいんだよ。ってことよ。うん。ということでね。うん。
まあほどほどに頑張ってくださいよ。んな会社なんて5万とあんだから。じゃあ皆さん良い年度し、ね、年度をお送りください。バイバイ。バイビー。